い、どうもタイガです。まだまだねしばらくソロリーグやっていきたいなと思います。今回ですね、実はグルジャカップ予選なのに緊張を使っているというね。なんで使ったのか、ちょっとまあメダルと団子が欲しいなと思ったんですけど、はい、まあ、使っちゃいました。最後1個しかなかった緊張もね。またあのナメコのトロフィー D1 終われば緊張取れるかなっていう感じで、はい、そんな感じで、そんな感じで、まあ、あんま関係ないですけどね。はい、というわけでソロリーグでもねやって、リーグポイントも稼ぎたいなというわけで、ソロリーグやっていきたいと思います。まあ、強火も頑張ってね、上昇、上に上げていきましょう。それではよかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。よし、やっていこうか。いやー、相手のキャラ何だった？今全然見なかった。ナスカ、なんか聞いたことない声が聞こえた。聞いたことないわけないんだけど、ナスだ。いきますか。ゴブ虹欲しかったけど、ナスをチビフォアでずらしたいなと思います。なんかすごい派手な剣士だな。じゃあゴブもいるんでね、頑張っていきましょう。まずチビブラ1体切って、さあゴブで砦を取っていく。 OK、 チビブラも切っていく。ゴリゴリに行きましょう。あのゴブに何使ってくるか。バルガーゴブ行こう。アシュラ、さあチビクロ OKOK、 したらこっちかな。バルガの方も打ちたいけど、まあいいでしょう、今回は。チビクロも見たいな。さあ、それでワンパンにしてほしい。あとツーパン。さあ、アシュラを吸ってもらって、さあチビフォアレム。これ、風船コア攻撃したんですよね、先に。まあ、しゃないですけど。一回逃げていく。で、さあ、抑えられるキャラ全部抑えてあげて、でこれで戻ってくるでしょ。でスキル飛ぶ、相手飛ばない、飛ばない。 OK、 もうちょっと待ち。いや、これはもう壊しちゃおう。これちょっと無理だ。トロール壊したのでかいですね。でこれで相手ラストのあれ出てきましたね。さあ相手ここで出てくるが、こっちはバルガじゃないので関係なし。さあそれも壊してもらって、さあゴブリン置いて、さあなかなか止めづらいでしょう相手。さあスキル打ってもらって、ゴブにレム合わせて攻めていく。さあチビホア出して、チビホア出してずらしていく。 OK、 倒していく。さあ取っていく。素晴らしい。だいぶキャラゲーでしたねこれ。使ってるキャラがゴブにチビブラにチビホアにレム、キャラが強すぎる。あと相手がバルガ対策でポックリ引いてきましたけど、こっちバルガじゃないんで関係なかったですね。まあいい感じ。とりあえずナスを討伐もらえるでしょうか。うん、悪くない。よし、続いていきましょうか。やっぱメタドラミノが使いやすい。うん、間違いなく。変なミスなプレイしないことですね。まずはミスプレイしないこと。ミノガの使うタイミングもちょっと、もうちょっと模索したいな。え、剣士リーダーだって。お前今、剣士のなんかあれやってるんですよ。あの、キャラ強 P グランプリ。多分それでしょうね。これでいきましょうか。リーダーの剣士普通に強いんで、剣士当てれないから、まあ、コング、マイマイ、キラー B、迎撃がいれば大丈夫。リーダーの剣士 HP 倍やばいですからね。何これってなる。さて。打たなくていいや。ウサギとか怖いしな。リーダー剣士絶対足引いてくると思うんだけどな。出てこないっすね。打ちますか。ゴブか。あー、それは運が悪い。さあ、マイマイ、マイマイ。さあ、裏、キラリ。オッケーオッケー。流れは悪くないですね、とりあえず。
あれこの UFO 揃ってないぞ。でまあいつも通りバルガですね。で大体出てくるのバルガだから、バルガ以外出てこないと思った方がいい。さあこれで秘密兵器、毎回この攻撃見るとさ、秘密兵器じゃなくて名前間違える、メタルバーストって言いそうになる。メタルバーストって何ぞやって話だけど、いやこっち来んなよお前、倒せればいいか。オッケーオッケー、なんか上にゴブリン展開されてますね。よいしょ、オッケーオッケー、まあ処理できれば関係ないんで。すごい数の、おびただしい数のマーマンが出てきたけど、そのマーマンも通るわけないんで勝ち出してあげましょう。オッケー完勝ですね。ちょっと札あんま強くなかったですけど、まあまあ剣士に対しては有効かなって感じで、リーダー剣士に対しては。オッケー、とりあえず完勝。まあ剣士リーダーだから持ってないでしょ、持ってる人の方が珍すぎる。キャラ強 P グランプリでやってるとしてもほぼ持ってないですね。ですよね。さあやっていきましょうか。マルチでよく当たる強い方ですね相手で。あられリーダー、あられか。あられ。まあ、デビルかビートルを絶対に引きたいなと思います。デビルかビートル。うん。なんか、バットもすごいいいらしいんですけどね、今。3コス以下に対してめちゃ強くなったみたいな話聞きましたけど。キャラ数足んないかな。でも、ネズミあられに行こうなんですよね。行っちゃおうかな。小玉で奪いたい。でも、さっき小玉信用して負けたからな。いや、ダメか、もしかしたら。さっき小玉信用して負けてるんで、信用しちゃいけないキャラを信用したかもしれん。でこれキャラ数少ないんで絶対にやっちゃいけないことが、22になった場合に無理しないこと。打たせようか逆に、一発だけ打たして、でよいしょ、一回だけネズミ切ろう。で、ね、ネズミネームだけやろう。で、この後もやらない。オッケー、もう無理しない。さよなら。帰ります。で、これでもう、メタドラのスキルで、一歩を取りたいですね、この後。メタドラに勝手に死んでもらいましょう。メタドラじゃないや、キメラか。まさかの、ここで来るのがロボ。ロボか、ここで。まあ、ロボなんでちょっと重いですけど、撃つな。 OK、 撃たれてくれば勝てる。であとはどこであられちゃんを処理するかっすね。裏から置きましょうか、どんどん。でまた一発死ぬな、殺すのもったいないか。取った、やっと一体だけど、んちゃほ、オッケー、スケゼンやった、でかいでかい。あとアラレラスいると思うんですけど、こっちもキャラいるんで大丈夫。オッケー、裏見切り、ナイスナイス、裏見切り、オッケー、さすがに勝てるでしょ。オッケーオッケー、いいよ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 。うん、もうそれで前はいいや、それで前も後でいい。 OK、 ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。干渉は無理かな、ちょっと足が遅かったっすね、キャラの。うん、まあいいでしょ、とりあえず勝利。強 P 欲しいな。弱いとロボかな、これ多分ロボっすよね。さあ続いてやっていこう。お相手デスリーダーっすね。デスはね、メタドラ結構苦手なんですよ。一方で殴られちゃうんで、デス倒せるキャラも欲しいんですけど、倒せるキャラっていう特にこれってのがないので、まあ CD ならばアリンコとか
ポックルとかそういうのを引いて火力合わせられたらいいかな。ゾネスとか引きに行っても結局あの秘密兵器で押し返しちゃうからダメージ入らないんで、惜しい。猫かヌボボが一体違うキャラだったら行った。あー足だらけ、行くか。これ以上回せないですね。よし、サイかヌボか。サイかな、流れてほしいし、取り手が欲しい。取れますね、これは。バイクも関係なし。で、ゾネス置いてあげて、本当は大事にルートしてんだけど、オッケーオッケー、いいよ。で、ですが、やけに早い。で、こう置いてあげて、ポックルを。で、これでこっから流れてくれるんで、ここかな？ゾネス。はい、OK。デスやった。いいんじゃない？だいぶ。だいぶいい流れですね。ポックル出してもいいんだけど、メタドラかな？これはメタドラ。これはメタドラ出して、OK。やったやった。オッケー、よし。でかい。それマジで偉い。オッケーオッケー、いいよ。でポックル出すでしょ。これサイで突き上げちゃおうか。であれ放置して、鳥で削ってあげて、で、サイやられちゃうんで、でも間あれケルベで終わりだよね、多分ね。上のライン攻めたいな。上にサイ出すか。うん。終わりでしょ。あとは干渉行きたいな。ケルベちょっと下来い。オッケーオッケー。え、まだ死んでない。もう警備何があったお前一体。それはびっくらポンズ太郎だよマジで。あ、どうした。それはマジでびっくらポンズ太郎だって本当に。いや惜しい。警備メタドラが狩られたマジか。勝ったと思った今。狩られてた、びっくりした。わ、惜しい。惜しいっすね。来ないかな再戦。来た、惜しいぞこれ。デスリーダーで強み高いっすね、相手。デスバルガでしたね。やりたいな、これ倒したいな。これ倒せればまた強み一気に上がるので、1800チャレンジまでいけますね。勝ちたいぞ。ポックルは有効、バルガ確定だった。あとはデスをどう狩るかっすね。で、こっちの身の顔もバレてるんで、本当は、まあ、最高強み更新してる時はね、なるべく再生行きたくないですけど、もう最高強 B も更新中じゃないんで、まあいいかなみたいな感じで、とりあえず再戦いきます。いこうか。ちょっと迎撃ないの気になるけど、まあチビブラがいるんで、最悪裏のミニデス忘れるでしょ。あと相手に足がいるかどうか。ワンチャンデスバイクある？ないか。こんだけ現象打てれば、まあ間違いなく。ああ、でも大砲打ってくるってことはこれワンチャンバイクあるな。バイクではなかったな。一応この位置がウィッチ食らないんで、チビホのチビブラの攻撃ちょっと時間使いましょう。でパンダ見せちゃうと迎撃いないのバレちゃうんで、なるべく見せたくない。ツケがマジで重い。オッケー、とりあえずこれでスキルで倒してもらって。いやー、てかミスったな、これもう一個は後ろだったな、ライン。メタドラ、あ、いけるいける。オッケーオッケー、いけない、いけないならいいや。
あ、ミスった1位最悪やった下手くそ倒しはしたで、これこのスキルで食らないとしてメタドラ OK で、裏か裏行く行くね、OK、よく逃げて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 、まあ負けるよね、ここはね、しょうがないね。チビブラキルでしょ、で、アリンコでしょ、ウィッチでしょ。あ、ウィッチミスった、またん？アリンコどこいる？アリンコもミスってるし、いろいろミスってんな、これ。これやらかしたな。あ、どうしようかな、これ。全部されたら。3、2、1。間に合わなかった見てなかったカマキリ間に合わなかったやったわでもこれ点差敗北でしょこれ干渉返したら多分増えるよねうん行こう OK メタが調子いいし再戦受けたからかいやー美濃がずれちゃったな上からだったかでも下のスペース行きたかったんだよな戻り踏めのが火力高いんでそれでやりたかったっすけど足りなかったな火力どれが正解だったんだろうメタドラ先置きしたけど見逃からのがいいのかな悩むな結局アリンコも勝ててないしなデスにうんダメ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 いやー違うな札が入らんやばいシャッフルラストだうんどれもこれもって感じだけどまあ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 まいまい頑張ってくれないかな太っちょさて財布打ちましょうかネズミか取れないですねしょうがないまあここは前前先殴りしたいヘイヘイヘイ違うでしょヘイヘイヘイうん強い強い太っちょだいぶ強い頑張ってるでここ多分キャラ来ると思うんでコビートル置いてあげてこれで欲しいなそうなんだよね押し返されるんだよねここねだどれ行くか剣士隠してる OK 取ったとりあえず OK ひとまずここは OK 問題はこの後メタドラがいるのでメタドラとミノがうまく使いたいデスが1ミリも前に来ないデス強いなお前本当にやっと来たけど強いなデスここはマイマイでやりたいうん、なんか食らってるそこは倒したとりあえずあとはどんだけ流していけるかだけど新しいラジコンフィグが OK ナイス入った素晴らしいコスト勝ちしたんでなんとかなりましたね
怖あられ。よしよし、負けた分は取り返してる。悪くない。今回はまたスローリーグ長いな。さて、お相手はアビエルフっすね。で、キンフレーム持ったから、リョートくんかな。エルフだとすると多分エルフ UFO だと思うんで、まあ引くのはビートルですね。ベイビーとか引いても多分勝てないから、ビートル引きたい。いや、でもワンチャン UFO じゃなくて、バルガ対策のエルフで、UFO を捨てて、大型の固定の場合もあるな。わからないな。入らないですね。入らないな。足が引けてない。でやっぱ進撃が多いな、さっきから札に。めっちゃ進撃入ってくる、手札。まあ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 。強いんですけど。シャークをね、育てようと思ってるんですよ。シャーク育てられれば迎撃枠として入るんで。まあ取れない、しゃあないですね。何来る？まず最初に。エルフ。ああ、この出し方はもう完全にエルフ UFO ですね。ここで切ってくるなら。とりあえず取りワンパン。で、まあ、こっからっすね。どうするかな。まあ、引きメタドラで。で、ワンチャン相手ロボ引いてきたりとかすると思うんだよね、これ。まあ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 、これしょうがないですね。でも逆に言えば、ゴブリン UFO 処理するのめんどくさいですけど、それをね、逆に言うっていうか、簡単に処理できたのはでかい。ちょっとスライムが重いんであれなんですけど。さあ来るのはキメラ。ミスター。ロックマンの位置。とりあえずこう倒せる。オッケーオッケー。で、ミノが。この感じまだ問題ないでしょ。そこは大丈夫でしょ。オッケーオッケー。チビクロは狩られるな、これ。こんな感じ。ドローっすね。チャーナシ。チャーナシだな。まあいいでしょう。強火減ったり増えたりして、結果的にどうなったんだろう。さあ、お疲れ様でした。強火1764。まあいいっすね。1730ぐらいから始めたっけ。また上がって終われたんで、結果的にはよしとしましょうか。また頑張って1800チャレンジしていきたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。